ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの舘淳です。よろしくお願いします。いろんなニュースありますけども、なんかあれですよね、パラリンピックとか見て思ったのが、こうあんまりなんか言語化するのって良くないなとか思ってて、まあ、特に日本語なんですけど、まあ、これ書いたんですけど、言語化するとかっこ悪い傾向がある。横に書いちゃったんですけど、なんかコピーライティングとか広告とかいろいろあるじゃないですか。なんかまあそういうね、言葉にすると面白いんですけど、まあ略者ね、オリパラとか、まあそういうのでものは伝わってはいくんですけど、なんか感動するとこってあんまりテキスト文字じゃないなと思ってて、まあ例えば小説読んで感動するとか映画とかあるじゃないですか。あれって多分文章に惹かれたんじゃなくて、文章を読みながら映画を見ながらこう没入してって、自分がその主人公なり、その中にこう絵ですよね。テキストだとまあ小説とかね、脚本とかだ、本を読んで感動するとか僕もあるんですけど、なんか文章を理解して、そのなんか絵を頭の中で思い描いて、多分その、ね、自分の中のこの中に役者さんとかいるんでしょうね。そういうのに人は感動するのかなと思って、まあ非常に文章が上手い人とかね、頭のいい人いっぱいいるんですけど、なんでこの小説は感動して、この映画は感動しないか、人それぞれなのかなっていつも思うんですよね。まあジブリとかも感動するじゃないですか、アニメで。まあやっぱその友人でアニメ見ない人はやっぱ実写じゃないので、ファンタジーじゃないですか、感動しないっていう人もいるし、まあその環境とかね、その人によるとは思うんですけど、まあ子供はね、その現実を知らないのでファンタジーとか見ると思うんですよ。大人が感動するってどういうことかっていうと、まあファンタジーっていうよりも、そのキャラクターとか役者さんとかのこう演技とか、こう動物としての個体に感動してるのかなと思って、あんまりそのよく名台詞とかあるじゃないですか、あんまり実はセリフとか言葉は関係なくて、だって映画、海外のアメリカの映画だと、フランスの映画とかあるじゃないですか。僕フランス語そんな喋れないですし、英語も喋れないのに感動するってことは、字幕スーパーじゃないですか。あんまりその翻訳された言葉に、セリフに感動したんじゃなくて、やっぱりその演技に感動してるんじゃないかと思うんですよね。で、今のちょっと若い世代、アニメーションが好きな、漫画アニメで育った僕も、まあジャンプ世代なんですけど、僕はあんまり、まあまあ漫画に感動したことあるんですけど、そのスポーツ、特にスポーツ系は、ただそのなんか動かない、漫画って動かないじゃないですか、にこう動く、自分でこう脳の中でこう編集して動かして見てるっていうかね、お化けを見てるんじゃないですけど、そういう感じだと思うので、やっぱなんかね、喜怒哀楽をこうに、人は、あと音、声ですよね、に声優さんとかね、役者さんに感動するんじゃないかと思ってますね。なんか昔ってこう SF 映画とかそういうのあったんですけど、銀河鉄道999とかね、まあそのガンダムもそうですけど、今のってこうちょっと言うとふんわりしたファンタジー系多いじゃないですか。なんかまああれが流行ったっていうだけなんですけど、その
感動というよりもこう日常を大切にするっていう感じなので、まあいいなとは僕もそういうの思うんですけど、さりげない優しさとかね。ただやっぱその感動をするっていうこと、泣いたり怒ったり笑ったりっていうことって、やっぱりその人間の症状だったり動きだったり、僕こう手を動かすじゃないですか。そういうのにこう人は惹かれるっていうかね、生き物ってみんなそうなのかなと思ってで最近思うんですよね。だからもっとこう今の若い人がちょっと不感症っていうかね、無関心な風になっちゃったのは、ちょっとまあやっぱりアニメーションと漫画の影響がすごい強いのかなと思います。で韓国映画のドラマや素晴らしいっていうのは、まあその役者さんの演技力だと思うんですよね。日本人も演技上手い人いっぱいあるんですけど、やっぱり韓国の、 知人がちょっと韓国にハマってる人も多くて、この間小泉今日子さんもなんか BTS にまって、まあアーティストとか役者さん、彼らはねやっぱりね命かけて演技してるっていうのがねやっぱりね伝わってんすよね。それってなんか言語化できないし、ハングル語じゃないですか。だからそのもうちょっとその演技するとかね、伝えるっていうことのその動きっていうか、まあ画家やそういう人もそうですよね、音楽家もこう感情をね出していくっていうかね、まあ、作品でもちろんさ出していればいいんですけど、そういうのに僕らちょっと注目して見ると人生もうちょっと楽しいかなって思うんですよね。ちょっとねいろいろ言葉があっち行ったりこっち行ったりしたんですけど、まあ今の若い人っていうとね、その時代も繰り返しなんですけど、なんで僕はなんかやっぱり演劇、僕は下北沢とか渋谷とか近いですけど、こう小劇場の舞台を皆さんに見てほしいなと。映画もね韓国映画とかいいんですけど、生の舞台を没入してみるっていうことをがもうちょっと普及すれば感情が劣化しないというかねと思うんですよね。まだ一回も舞台とかミュージカルでもいいですよ、もちろん、もちろんコンサートでもいいんですけど、ライブね、この間フジロック、そういう生のそのショーというかを見たことない人はテレビとか、ネットじゃなくてリアルで見に行ってください。でやっぱりそのアマゾンやネットフリとかね、オンラインで映画とか見れるんですけど、やっぱり映画館で行くとその空気感とかでかい映像とか音量とかってやっぱり全然違うものじゃないですか。あと暗がりでみんなで見るっていう、人がいるっていう周りにねっていうのと、ちょっとやっぱ感動が、人間は生き物なので隣にね、まあ、知らない人がいるんだけど、まあ、100人ぐらいで見てるじゃん。それでもね感動って全然変わってしまうので、やっぱり人とか人間と関わって何かをやるっていうことがいいと思うので、ぜひもしよければね、1回でもいいもんで、ちょっと舞台、まあ東京、大阪、名古屋、北海道にもあると思うんですけど、まあ知らない舞台ね、2、3000で演劇ってあるので、あとね母校の僕のスポーツ部活サイトも演劇部ってあるんで、そういうのをちょっと見に行ってください。で演技力を見るっていうのは結構大事かなと思います。目を見るっていうかね、演技してる声と目を見るっていうかって思ってます。はい。でジブリがすごいのが、宮崎ちゃんとした俳優さんを声優さんで使ってる、声優さん、日本のアニメ声の声優さんは上手いんですけど、やっぱ使ってないってとこに、そこにポイントがあるかなと思ってます。別に声優さんは否定してるわけじゃないんですけど、宮崎駿さんがその映像、絵コンって書いてね、映像にして、そこに声を、生き物を吹き替える、生き物を、声を作るっていう時に、やっぱその舞台で体で表現してる人たちと声だけで表現してる人たち、まあ体で表現してる人たちの方がより生々しいというか、リアルっぽいのかなと思って、だから宮崎駿さんの声優さんは、みんなその役者さんが多いのかなと思います。はい。上手い下手とかで言うとアニメ声ではないんですけど、なんかねそういう気がするんで、もしねこの今何やっても面白くないっていう人はね、まあスポーツでもいいですし、ライブで見に行くってことをお勧めします。それではバイ。